こんばんは。生徒から荻野の生徒から聞かれた問題です。袋の中に9個の玉 1,2,3,4,5,6,7,8,9 が入っている。また右のように9つの枠の中に1から9の番号が1つずつ書かれたボードがあると。袋から無作為に玉を1個取り出して書かれた番号を確認し、ボードに書かれた番号に丸印をつける。この操作を繰り返し、丸印が縦横斜めにのいずれかに3つ並んだ時点で操作終了と。ただし各操作において取り出した玉は袋に戻さない。だからビンゴですね。だからこう並んで終了、こう並んで終了、こう並んで終了、こう並んで終了か、こう並んでね。だからこうでもいいし、こうで、まあ、いいですね。はい。で1回目に丸1、2回目に丸2、2回目に丸4、3回目に丸7を取り出して終了する確率と。2番、3回の操作で147を取り出して終了する確率。また3回の操作で3回目に2を取り出して終了する確率を求めようと。3番、3回の操作で3回目に5を取り出して終了する確率を求めよう。またこの時1回目に1を取り出していた条件付き確率を求めよう。はい、レシーンでいきましょう。ちょっと説明は私ね、あんまり加えないので、ちょっと説明入れてくださいね。つまりね、これいきなり答え書いたけど、要は1回目に1を取り出す確率は9個から1個取り出すだけですよね。で、2回目にその何だっけ、4か2回目に4を取り出すのは残り8個しか残ってないから、その中で4を取り出す、8分の1で、3回目に7を取り出す確率が7分の1ですよね。だから答案って記述がいるので、回答だけじゃダメだから、1回目に1を取り出す確率がこれと、2回目に4を取り出す確率はこれと、3回目に7を取り出す確率はこれよって、ってことで書いてくださいね、答案にはね。504分の1です。で、2番、何だっけ、3回の操作で147かということは、そうか、問題2つあるのか、3回の操作で147で147かということは、初めに9個ありますよね。で、147のどれか 3個取ればいいじゃないですか、どれか3個で。2回目は残り8個残ってて、147のまだ引いてない2つ選べばいいですね。で、じゃあ残り7個の中から147の残ったどれか1個の取ると。で、考えれば9分の 3×8 分の 2×7 分の1ってことで84分の1、これが1個目ですね。で、2個目のやつがないとき、3回の操作で3回目に2を取り出すということは、この2パターンって分かりますかね。3回目に2を取り出して終了するんだから、初めの2回で13もしくは58を取る2つの場合があると。じゃあこの1の場合は、どっちか、だから1か3、どっちか取るのが9分、先に取るのが9分の1、2回目、2個目が8分の1ですよね。それが入れ替え、つまり1、3もあれば3、1もあるから 2倍です。まあ、2の解除って書いてあるけど、まあ、2ですね。で、3回目に2を取るのは7分の1ですね。7個残ってない、7個しか残ってなくて2を取ると。で、同じように2番も一緒ですね。結局2番も一緒ですね。ということは、互いに背反だから、まあ、これ一言入れてくださいね。互いに背反だから足してください。回答は126分の1と。いいですかね。で、問題は3番ですよね。3番は、3回の操作で3回目に5を取り出して終了するんだから、この4パターンって分かります？初めの2回で19、つまり、だから19を取れば、3回目に5、これでビンゴですね。で、28を取ればまた5、28はこうと。またこれでビンゴですね。で、37って言ったら、これです、ここ斜めですね。37取れば5でビンゴと。で、46、これで3回目に5取ればビンゴと。この4通りですよね。いいですかね。ということは4通りだから、それぞれの確率を出しましょう。実は一緒なんですよね。19を出すのは、初めに、まあ、その19しましょうか。初めに1を出すのは9分の1。2回目に9を出すのは8分の1ですよね。で、それを入れ替え、つまり19もあれば91もあるから、で、3回目に5っていうのは、3回目っていうのは7個しか残ってなくて、5を1個だけ取ればいいと。ですね。じゃあ、こうと。あとは実は、この3、この3って書いて、3、4、5、6番は全部一緒ですよね、確率としては。よって、互いに背反だから63分の1と。で、もう一個あるんですね。何だっけ。
この時1回目に1を取り出していた、条件付き確率か。だから今のやつが分母なんです。今の63分の1が分母でしょ。この中で1回目に1ってことはこれですね。1回目に1を取り出してたら195のパターンしかないんですよね。いいですかね。1回目に1を取り出していたってことは2回目に9出して3回目に5、つまりさっきのこのパターンですよね。さっきで言う3番目の3番目はこれ1、9でも9、1でもよかったんやけど、今回は1、9、5の順番と。そしたら9分の1かけ8分の1かけ7分の1ですね。で、504分の1。ということはこれを分身してください。よって求める条件付き確率は63分の1分の504分の1と。答えは8分の1と。いいですかね。はい。じゃあ以上になります。